おはようございます。国際コインランドリーエクスポ2021統制ブースへようこそ。今回ですね、統制としまして新製品を含めてですね、非常に力を入れてですね、この展示会に臨まさせていただきました。これからですね、統制のブースおよびですね、この先に出てきます新製品についてですね、ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、製品の方をご紹介させていただきたいと思いますが、こちらがですね、新製品になります洗濯乾燥機 SF の5シリーズということですね。今回、発売はですね、来年の1月を予定しておりますが、先んじて皆様にご紹介の方をさせていただければと思います。まずこの製品の特徴なんですけども、今までの SF の4シリーズ、これからですね、3機種ございますが、すべてのこの3機種でサイズアップを図っております。今までですね、小型が12キロ、中型が22キロ、大型が32キロとありましたけど、こちらをですね、15キロ、27キロ、35キロということでですね、サイズアップの方をまず図っております。でそれとですね、デザインも、見ての通り非常に大きく変わっておりますけれども、特に特徴的なのはですね、こちらの、パネルになりますが、こちらの、パネル、従来こうやってボタンを押してですね、お客様が、プログラムをセレクトしていただくような仕組みになっておりましたが、今のこのコロナ時代を反映させていただきましてですね、これは非接触タッチパネルというものを採用させていただいております。例えば、皆様ですね、自分が使いたいプログラム、これをここで選んでいただく、例えばこのシャボン玉石鹸コース、こちらを選んでいただきますと、手を近づけますと他のボタンが消滅して、この自分が選んだボタンだけ、こちらが点滅をするという形ですね。で例えば、おしゃれ洗いをしたいよという場合、例えばこれでまた手をここで近づけていただきますと、これ今手を近づけただけ ですね、触っておりませんので、そういった意味では非常に衛生にですね、気を使っておるという、そういうような特徴になります。で、そうですね、あとこの衛生面ということで言いますとですね、この乾燥に入りますと、このオゾンエアを使いました除菌ですね、そういったものも搭載をしております。それとあとですね、メカ的に言いますと、こちらのドアですね、こちらが随分大きくなりました。ちょっと中を開けてみたいと思いますけども、当世ではですね、4年前からこの布団寝具類のですね、この取り込み、これに力を入れてきたわけなんですけども、その布団をですね、さらに洗いやすくする、特にこの出し入れするときにですね、布団ってやっぱどうしても大物になりますので、非常に難しかったんですよ。それをですね、口径をさらに大口径化、具体的に言いますとインチアップですね、1インチ、例えば皆さんも自家用車で車のホイールですね、おしゃれのためにちょっとインチアップってされると思います。ずいぶん見た目変わると思いますが、こちらもですね、インチアップさせていただきまして、こういった大口径ドアによりまして、出し入れが非常にやりやすくなるということがまず1点ですね。でそれとですね、こちらのドアですね、こちらもですね、先ほど言いました衛生面ですね、これを意識しまして、ちょっとこちら映りますでしょうかね、SIAA というですね、規格の、抗菌仕様のドア、こちらを採用させていただいております。でそれとあとですね、こちらのドアの、ここにプレートが止まっておりますけども、これ交換ができるプレートになっておりまして、例えば皆様、オーナー様の皆様方ですね、自社 の, オリジナル の, 例えばデザイン、こういったものを例えば入れたいよということで、これ簡単にですね、こちらの方に取り付けたりすることができます。でそれとあとこちらの、引き続きですね、パナソニックさん のこのナノE-X、こういったですね、さまざまなですね、衛生的な、ものですね、それを採用させていただいているという、これが非常に大きな特徴になります。細かい点で言いますとですね、排水口径がちょっと大口径出荷したとかですね、いろいろ細かい点はあるんですけども、特にですね、こういった衛生面、こちらに非常に配慮したそういった機械になっておるということが特徴になります。はい、それであと引き続きまして、でこちらのですね、布団乾燥機ですね、こちらも2年前にですね、発売をさせていただきましたけども、今回はその単なる布団乾燥機ではなく、ここにあとリフレッシャーというですね、そういった機能を追加させていただきました。布団のリフレッシャーって何なのと言いますと、従来はですね、こちらの洗濯乾燥機で布団を洗濯していただきまして、でその後こちらの乾燥機で乾かすと
ということで、まあ、このコインランドリーにですね、この寝具類の市場、これを取り込もうということで、まあ、いろいろ企画してまいりましたが、まあ、なかなかただ無人の店舗においてはこれが正直難しい点もございました。でまずは一般の消費者の皆様方にですね、コインランドリーに布団を持ってきていただくというこの文化ですね、これをより簡単に作り上げたいという、そういった思い、馴染みやすいものを作り上げたいという思いからですね、今回ですね、こちら の機械、こうやって例えばこれ敷布団ですね、こういった形でセットしまして、で例えばですね、ここで、リフレッシュコース、こちらを選んでいただきまして、それで、お金を入れていただきます。そうしますと、こちらにですね、蒸気、スチームですね、これが最初噴霧されます。わーっと。で、それによりまして、そのスチームですね、それが要は水分に変わりますので、であとブロワーが回っております。ここでスチームが当たって、でそれを吸引することによって要はスチームが布団の中に潜んでいます汗とか皮脂汚れですね、これを抱き込んで、それでバキュームをされて外に排出していくと。でそれであと途中からですね、除菌剤、これをちょっと噴霧する、それで最後乾燥をするということですね。読んで字のごとくその布団のリフレッシュ、丸洗いまではいかないんですけども、その一歩手前のですね、ご利用いただけるようにという、そういった商品、こちらを発売させていただきました。続きましてですね、こちらのですね、洗濯ナビと呼んでおります、商品になります。初めてコインランドリーをですね、ご利用になる方なんかですね、ちょっとその使い方がわからないとか、この例えば布団どうやって洗ったらいいのかわからないという、そういったお悩みあると思うんですけども、それをすべてこちらの機械で解決してくれます。それとあとですね、お店のお得な情報をね、ちょっと知りたいとか、あとランドリー DX として呼んでおりますけど、これの使い方であったりとかですね、そのポイントの貯め方、そんなことなんかが案内してくれる、そういった機械でございます。ちょっとこちらもですね、触ってみたいと思います。こちらちょっとタッチパネル式になっておりますので、ちょっと手で触ります。最初トップ画面でですね、こちら洗濯ナビということで、この家の絵がありまして、ここ の自分が持ってきた洗いたいもの、例えばここのですね、掛け布団、これを洗いたいって言ったらこれを押します。そうするとまず側生地は何ですか、充填物は何ですかという質問が来ます。で例えばこれポリエステルで、充填物もポリエステルというような形でですね。で、その後、携帯電話で、この QR コードを、読み取っていただいて、操作をしていくというものになりますけど、こういったですね、ちょっと便利な商材、こちらをちょっと今回、初出展させていただきました。で、それとですね、続きましてこちら。お待ちになっていただいている方、非常に多かったと思いますが、スニーカーのですね、洗濯乾燥機。こちら正直残念なんですが、当世で作っているものではなくてですね、シャープさん、家電のシャープさんでですね、ちょっと作っていただいているものにはなりますけども、ついにですね、このスニーカーの洗濯乾燥機、これが一応来春ですね、一応発売を今予定させていただいておりますが、こちら荷姿はこんな形になりますが、大人用のですね、スニーカー、こちらがまとめて3足いっぺんに洗えるようになっておりまして、でそれとあとやはりこの洗濯から乾燥まで一気通貫でですね、行えるという、これが最大のメリットになろうかと思いますけども、所要時間もですね、大体60分から最大で100分ぐらい、洗濯乾燥ですね、ということですね。で価格の方もですね、今ある既存の洗濯、ごめんなさい、スニーカーのですね、洗濯機、乾燥機、スパレットタイプがありますけども、そちらとあまり差がない、そういった金額でですね、発売の方を予定させていただいておりますので、そちらもですね、発売後ご期待いただければというふうに思います。当世ではコインランドリーの魅力をですね、さらに多様化させる、そういった目的でですね、こちらに出ておりますようにですね、さまざまな異業種と連携できるように工夫がされておりまして、具体的には集中生産から発行されますこのレシート、このレシートに印字されていますこの QR コードですね、こちらを利用しまして、さまざまなこういった異業種コラボ、こちらの方を図っていこうとしております。例えばですね、実機で申しますと、こちらのコインパーキングのこれロック板と生産機になりますけども、
例えば都市型の店舗で駐車場をせっかく持っていてもですね、夜間無人のいいことに違法駐車、これがどうしても問題化しております。でこれを防ぐために店舗の前をこういったコインパーキングにですねしてしまいます。でこちらの、まあ、例えば、QR コードこちらを使いましてですね、店舗ご利用の方に限りましてこれをですねこちらで読ませることによってご利用時間中は何回でも出たり入ったりこれがまあできるようなそういったサービスこちらの方をまあ実現しております。それとあと、まあ、店舗で例えば乾燥なんかをご利用で30分ぐらいのご利用ですと、まあ、なかなか家に帰ることもなかなか難しくその間にですねせっかくの時間をこういった、掃除機こちら洗車場なんかでよく見かけることはあると思いますけどこちら の車の掃除機ですねこれもですね、その乾燥を待ってる間結構車掃除したいという方いらっしゃいまして非常にこちらもですねいい商売として魅力のあるものになっております。でこちらはですね、まあ私どもの プリペイドカードですねこちらで連動ができるような形になっております。それとあとこちらですね、ポスレジになります。これは今回クリーニング店様向けのですね、まあ、寺岡さんのポスレジをお借りしてきたんですけどもこちらもですね、先ほどのこの QR コードですねこちらをですね、例えばワイシャツ、背広、こういったクリーニングの商品を一緒にクリーニングさんに持って行ってでこの QR コード、こちらを、まあ、このスキャナーで読み取っていただく。そうすると、まあ、例えばワイシャツが20円引きであったり、まあ、例えば全品10% 引きであったりとかそういったのサービスがですね受けられる、まあ、こういったさまざまなその連動をですね、まあ、していくことによって、まあ、よりビジネスとしてですね魅力あるものにしていきたいなというこういった思いでこういうものを開発させていただいております。